い、どうもネイティブフォレスト小太郎です。今回はですね、パルダリウムで飼育している生態のフンはどうするかというテーマでお話ししたいと思います。まずパルダリウムで飼育できる生態は、まあ、代表的なのでいうと、まあ、ヤドクガエル、他にカエルでいうと、まあ、アマガエルとか、ツノガエル、フェルツノガエルとか、イモリウムで人気なアカハライモリとかシリケンイモリ、爬虫類でいうとヤモリですね、クレステッドゲッコウとかヒルヤモリ、その他にはトカゲ、アカメカブトトカゲも人気かなと思います。個人的には小さいですね、半水性のトカゲなんですが、チャイニーズクロコダイルスキンクというトカゲも結構ね好きです。半水性なのでアクアテラリウムとかで飼育すると楽しいかなと思います。はい、パルダリウムで飼育している生態のフンはどうするかというテーマに対して、僕なりの見解をお話ししようかなと思います。まずですね、いきなり結論から言いますと、大きいフンとかガラス面についてるフンは取り除いて、その他は基本スルーでいいかなと思います。はい、まあ、その理由としましては、パルダリウム内にはバクテリアとか細菌たくさんいます。そういう分解者がフンを分解してくれて、その栄養が植物に行きます。なのでフンはねそのまま放置でいいかなと思います。まあ、そのフンがねどのような、栄養を植物に与えてるかと言いますと、まあ、葉っぱとか茎ですね、の成長を促進する窒素、あとは、開花とか、発芽とか、そういうね花関係の、栄養素ですね、これはリンです。植物の三大栄養素である、窒素、リン、カリウム、まあ、このうちの2つを補えますので、まあ、フンはね貴重な栄養素となりますので、そのままね、植物に栄養を与えるために放置でいいと思います。まあ、その他に理由としては、ケージに何回もね掃除で手を入れるとストレスかかりますので、まあ、その理由も一つあります。まあ、あと葉っぱにですねずっとフンが乗っかっていると、まあ、黄色くなってしまうので、葉っぱがね黄色くなってしまうので、そういうのは霧吹きで落としてあげるといいのかなと思います。はい、結論繰り返しになりますけども、大きいフンとかガラス面についたフンは取り除いて、基本は、スルーで植物の栄養にしてあげましょうというところです。はい、ご参考にしていただければ幸いです。今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。